皆さんこんにちは、靴磨き芸人のスバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、こちら買ってきました。じゃん、ドクターマーチン純正のクリームとワックスでございます。はい、ということでですね、普段ドクターマーチン履いてるんですけれども、なかなか純正のものを使ったことがなかったので、今回は純正のクリームとワックスを使っていきたいと思います。で、今回の動画ではですね、こちらのドクターマーチンの純正ワックス使ってみたいと思います。はい、で、ドクターマーチンのこちらが純正のワックスになっております。いや、これかっこいいですよね。ドクターマーチンブラックポリシーって書いてありますね。はい、まずデザインがめちゃめちゃかっこいいです。はい、ということでこちらのワックス開けてみますと、まあね、シューポリッシュ、まあいわゆるワックスなんで、中はですね全く普通のワックスと変わらないような感じになってます。ただですね、なんかワンダーバルサもそうだったんですけど、匂いがすっごいいい匂いなんですよね。なんかお化粧品のようないい匂いがします。さあ、ということで今回はこちらのシューポリッシュ、いわゆるワックスを、ドクターマーチンの靴に塗っていきたいと思うんですけれども、今回もですね、せっかくなんで比較、こちらをしていきたいと思います。で、比較対象になるのがこちら、普段使ってるこちらサフィールのワックスになっております。両方とも700円で、まあ大きさから見るに、ほぼ同じ容量となっております。さあ、ということでこちらのドクターマーチンのワックスを使ってマーチンのワックスでも光るのか、はたまたどれだけ光るのかっていうのをですね、今回検証していきたいと思います。さあ、ということで今回比較ということで、こちら右足の方にはドクターマーチン純正のワックスで、右足の方にはこちらサフィールのワックスを使っていきたいと思います。で、用意した靴はですね、ドクターマーチンの3ホール定番の形で、下地のクリームによって違いが出ちゃったらちょっと嫌なので、両方ともワンダーバルサをね、仕上げた、こちらの靴を使っていきたいと思います。さあ、それではまずですね、いつもおなじみサフィールのこちらのワックスの方を使っていきたいと思います。で、まずは指で塗っていきます。指で塗って、下地を作っておきます。この下地を厚く作っておくことで、後の表面磨きがだいぶ楽になります。なのでだいたいですね、3回ぐらい、塗っていきます。で、乾く前に塗ってしまうとあれなんで、まあ、乾いてからもう1回塗るようにしてください。下地が出来上がったら布で磨き上げていきます。はい、ということで磨き終わりました。さあ、いかがでしょうか、見てください。まあ、こちらの方はですね、まあ普段使ってるだけあっても安定の鏡面でございます。まあ普段動画で見てる感じの、綺麗な鏡面に仕上げることができたんじゃないでしょうか。はい、で、続いてはこちら、問題なのはですね、このドクターマーチン純正ワックスでございます。果たしてこのワックスでも靴を光らせることができるんでしょうか。やってみたいと思います。やっぱいい匂いですね、これね。おしろいの匂いのような感じの香りがします。はい、で、手順はですね、先ほどと同じように、こういった感じで、うわ、ゆるい。いや、なんか普段のワックスと同じ感じですね。今指でさっと触ったらすごい指の跡がつくほど結構ゆるいですね。水分が多く含まれているんでしょうか、ちょっとわかんないですけど、結構ゆるいですね。結構ベタつきますね。じゃあ、まあ早速普通のワックスと同じように塗っていきたいと思います。さあ、まずはこういった感じで、まあベース作りのために、こういった感じで塗っていきます。いや、これ表面になるのかな、ちょっと不安になってきたな。まあね、言うてポリッシュっていうぐらいなんで、まあ光ってくれるんじゃないかとは思うんですけれども、ちょっとこの緩さにはビビりましたね。ひびがずっと沈んでいきました。さあ、それでは先ほどと同じようにですね、先ほどのところとは面を変えた状態で塗っていきます。これちゃんと表面なんのか。ちょっとまずいこと今書いてありましたよ。これ嘘か本当かわかんないんですけれども、マーチンの純正ポリッシュはいわゆる油性ワックスじゃなく、ローブンの多い乳化
クリームです、なので保湿効果もありますみたいなことが書いてあるんですよ。だったらちょっと話変わってくるな、これ表面磨き用のじゃないってことですかね。で今これ30分以上40分ぐらいずっとこれ磨き続けてるんですけど、一向に鏡面なんないですよね。まずいっすね。これは鏡面にできないのかこれ。はい、ということで諦めました。いやーこれ難しい、っていうかこれ鏡面できないんじゃないですかね。なんかこれネットで見た情報で嘘か本当かわかんないんですけれども、これ純正ポリッシュがですね、いわゆるなんか普通の硬い油性のワックスじゃなくて、ローブンが含まれた乳化性のクリームっていう風に記載されてたんですよ。なのでそれが正しいのであれば、まあできないことはないのかな、どうなんですかね。でまあ大体30分ぐらい格闘した結果、はい、こんな感じになりました。こちらがサフィールのいつも使っているワックスを使ったもので、こちらがドクターマーチンの純正ポリッシュを使ったものになります。表面磨きドクターマーチン純正のポリッシュで挑戦してみたんですけれども、いやーこれちょっとできない、ごめんなさい。前にね質問であったんですよ、ドクターマーチンのポリッシュでも表面磨きできるんですかってあって、まあ多分ポリッシュってあるぐらいなので表面磨きできると思いますという風に前コメントしたことがあったんですけど、ごめんなさいできませんでした。できるのかもしんないですけど、めっちゃ時間かかるし多分超難しいと思います。難しいと思うので、もし鏡面にしたい場合はこちらの純正ワックスじゃなくて、こちらの普通の油性ワックス、一般的に売ってる油性ワックスですねを使った方がいいと思います。でドクターマーチンのショップの DMS さんがネットで公開してる、こちらのドクターマーチンの、シューポリッシュの使い方のところによるとですね、擦ってしまいがちなつま先やかかと部分にこういったシューポリッシュを乗せて全体的に行き渡ったら、ブラッシング、そしてクロスで磨き上げというような流れになってます。このブラッシングとクロスで磨き上げをしているってところを考えると、このシューポリッシュはおそらく乳化性クリームのような感じで使うのが理想的なんじゃないかなと思います。はい、なのでごめんなさい、前に鏡面磨きできるっていう風にお伝えした方いらっしゃるんですけれども、ごめんなさい、これは鏡面磨きするようではないみたいです。なのでよくドクターマーチンのですね、シューケアでこちら1個で大丈夫っていう風におっしゃる店員さんもいらっしゃったんですけれども、まあそれでも大丈夫みたいですね。要はこの乳化性クリームのようなものなので、おそらく油脂っていうものも、含まれているので、まあそういったものを靴全体に塗り込むと栄養も染み込むんじゃないのかなと思います。ごめんなさい、ちょっと詳しいとこまで成分のとこまでちょっとよくわかんないので、お伝えできないんですけれども、とりあえず使い方は僕は間違ってました。さあということで、比較するも何も物が違ったので比較になりませんでした。はい、ということで一応、シューポリッシュで磨くとこんな感じになります。こういった鏡面にはならないものの、まあまあ一応ツヤっていうものは出てきてるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい、ということで鏡面磨き用で使うポリッシュではなくですね、乳化性クリームのような形で使っていただけると、つま先だけなんですけれども、こういった形で少しツヤは出てきますので、ぜひぜひ皆さんこちらドクターマーチン純正のシューポリッシュ使ってドクターマーチンのケアしてあげてみてはいかがでしょうか。ごめんなさい。さあ本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。靴磨きっていいなぁと思った方はこちらのチャンネル登録ボタンと高評価ボタンをクリック。本業のお笑いの方は下にある Twitter で告知しておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。それではチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。